イナリッシュマスク TV のお時間でございます。さあ、今日はですね、100均ダイソーだとかセリアだとかキャンドゥだとかいろんなものありますけども、もう100均で扱ってる商品でお宝探しをしてみようっていうのをやってみました。イナリッシュ、今日100均宝探しで見つけてきたお宝こちら、じゃーん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 じゃらーん、ゴンゲゴンゲゴンゲゴン、はい、これダイソー、はい、100均のダイソーさんにありましたね、男の本音女の本音という本でございます、ね、いやこれほらね、印刷物って基本安い、もう数たくさん吸っちゃえばいいけどね、安いと思うんですけど、いやいやこれでもさ100円ですよね、でしかもほらやっぱお店的に売れてほしくない、ね、コストパフォーマンスの悪い商品っていうのはあんまり売れると損でしょね、だからあのね、在庫が少ないと思ったのね、これ全然なかったよ、 1,2 冊しか売ってなかったのね、まあ、だからお店的には全然売りたくない商品なんだね、でしかもほら人間の本音がね100円で分かったらそりゃもう相当なね、お店的にはコストパフォーマンスの悪い商品ですよ、ということでね、せっかくならちょっと中を見てみたい、いや男女の違い、まずここを押さえてって話なんですけど、はい、どれぐらい、ね、ありました、ね、男子は強いが一番、女子は可愛いが一番、まあ、そりゃそうですよね、はい、これよ、遊びに関して、ね、男子は達成する遊びが好き、女子は演技する遊びが好き、これね、もう幾多の演技に騙されてきてるよきっと、俺はね、うん、こんなの初めてとかね、あなたが一番ってきっと演技なんでしょうね、まあ、男はそうやって演技されてるので持ち上げられるのきっと好きなんですよね、他にはじゃじゃーん、はい、男子近くのものが見つけられない、女子遠くのものが見つけられない、まあでもこれあれでしょ、どっちもね、年取ってきたら近いものが見えなくなるでしょ、近くのものが見つけられないっていうか、こう近くのものが見えなくなりますからね、これ男子女子関係ないですよ、ね、男子昔のことを忘れる、女子昔のことを忘れない、これ忘れない、忘れられないじゃないからね、忘れないですよ、でもね昔のことを忘れる、そうですね、うん、男はもう未練たらたらない生き物ですからね、もう昔のことをいつまでも引きずってますからね、だからもうこれちょっと間違いですね、他にはね、男と女、あった男元カノを思い出にする、ね、女元カレを忘れる、本当？いやもう大体あれよ、ね、あの元カレが忘れられないっつってね、なんかバイバイされたこと相当ありますけど、これ元カレを忘れる演技？これもいやいや相当男は騙されてますよこれ、年上と年下、男未熟な相手が好き、ね、女性成熟した相手が好き、いやいやまあそうですけど、俺あれよ、どっちかというとこう成熟した女子の方が好きでね、あの高校時代ね、あの部活で怪我をして足を引きずってた時にね、購買のおばちゃんがさ、どうしたのとか怪我して足引きずっちゃってなんて話をしてたら ね、あの引きずっていうのは昔の声だけだよなんですよ、そんなこと言われたからですよ、俺購買のおばちゃん大好きになりましたからね、どっちかというと成熟した相手の方が俺好きですけどね、はい、まあいろいろとねこう男と女のね、本音とか違いが載ってますけど、これね結果からいくと、うん、安いよ100円の価値はあるかっつったらね、どうだろうね、ないかもしれないこれもうちょっとあれやね、こう印刷物じゃなくて、あのいわゆるお店的にコスパの悪いものをちょっともうちょっと真剣に考えて探しますよ、はい、まあ、男の本音女の本音、これは100円でありかなしかっつったら、まあコスパね、お店的にはいいと思います、はい、まあちょっとせっかくだからね、100円の元は取って、おい、そのままねちょっとブックオフかなんか売りたいと思います、というわけでございまして、100均お宝探し、今日はきっと俺の負けです、イナウィーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。
いやー、これもう100均で買ったどう、これ動画1本分の価値はあった？もしかしてそれもない？これめっちゃコスパ悪いね、俺的にも。いなりしゅー